問式は実際には肘を曲げ、頭をカバーするようにしてから手のひらを下に向け、肩の後ろに落とします。さあ、使い方です。なぜこのようにするのかというと、顔をついてこうです。反対、つまり最初のパオの動作は顔面攻撃に対する防御、そしてそのまますぐに攻撃に転じます。もう一度、もっと速く、こう。今のパターンは敵のパンチに合わせて手で振りかぶるようにして顔面をカバーしながら受け流し、その勢いを利用して両手の手刀で敵を打ちつけます。そのために道路でも必ず体を沈める必要がある。大丈夫かな、軽くしたはずなのに。片方の手だけでも同様です。これも最初の動作の変化です。まず突きを受け流しながらそのまま手を押さえ込みます。八極拳の予備姿勢は一般に万象無敵式と言われます。例えばこのラゴン式は順歩で足を前に伸ばします。八極拳の実践の構えは常にこのように半身にします。一方の手は前にして、もう一方の手はお腹の中心に置きます。つまり討論するときは右手は腰のところですが、実践の際には利き手で溝落ちをカバーするようにして構えます。これは討論の時、半歩前に出します。敵が打ち込んできたら半歩前に出ます。これはそんなに力はいりませんが、主に腰を使って出します。これは半歩、こうすると自分のリーチが長くなり相手の攻撃を防げます。正面だと逆にやられます。この時は必ず前の手の肩は体の前に出します。いいですか、ちょうど半歩前に進むだけです。肩を沈め、無駄な力を入れず肩から腕の筋肉を柔らかくします。敵の肩を見て仕掛けてくるのをかわしながら同時に半歩前に出て出鼻を突く。敵が体勢を崩したらさらに右手を打ち込みます。最初の半歩で敵の重心を崩し、すかさず右足を進め、腰の回転を効かせ発力して突くのです。最初のは軽く、そしてその次の一発は本当に強い力を加えます。